ね、これは桜の千葉県佐倉市の、マスコットキャラの、カムロちゃんです。カムロです。これはちょうど今、風車の4月の9日の、桜のチューリップ広場にやってきております。ここら辺がですね、ちょうど風車の前のチューリップ広場ということになりますけども、このチューリップ、いろんな色があります。で、これは各小学校がですね、植えているものですね。小学生たちが植えてくれたものです。見事に今、満開となっております。一面にこういうチューリップがありまして、こう振り返っていきますと、風車があります。風車の方に少し寄ってみます。ここはちょっとクリーム色ですかね、のチューリップがあります。少し香りが漂ってきておりますね。花の香りがいたします。ですね、風車の前ですね。こういう眺めますと本当に一面チューリップということになります。やはり風車が風情を増してくれますね。結構オランダの感じが出てきています。これはワンダフルという名前がついています。ちょうど少し逆光になってますので、花びらがとても輝いて見えます。この赤い色は本当にワンダフルですね、ということなんでしょう。あと花びらが少し、開いております。それでですから、まあ上に向かってこう伸びていくような感じがよくしておいてます。ここは風車を背中にして、チューリップ畑を見たところです。風車の真ん前はですね、この、紫とピンクですねのチューリップが咲いております。で、一面赤く見えるのが、これが先ほど見ましたワンダフルという名前の、チューリップで、その向こうの紫色がハッピーファミリーっていうチューリップになります。で、黄色や赤、白のチューリップが向こうに植えられております。そうですね、この緑の葉っぱとこのピンクの色とか、紫の色はとても配色がいいっていうか、素晴らしい色合いですね。花が輝いて見えます。この赤い色も輝いてますね。
ここは掘り取りができる、チューリップ畑から風車を眺めております。目の前に広がっているのは、紫色のチューリップです。とてもこうなんて言うんでしょうか、少し艶やかな感じ、高貴な感じがします。濃い紫もいいですね。ここはまあこの水田の、水田であるところなので、そこをまあ畝を作ってチューリップ畑をこしらえているという形になります。で、京渡しですと切り花もとその掘り取りっていうのがありまして、どちらも同じ値段なんですけども、まあ、切り花はまあ切っていくっていうことなんですけど、掘り取りですと若干、そうですね、長靴も貸し出しているというふうに言ってました。ここからの、まあ、風車の光景がいいと思いますね。一面チューリップですね。風がそよぐと、風にイライラ揺れております。まあ、その向こうにですね、風車があるという形になります。このチューリップのこうコントラストというか鮮やかな感じが、とても印象的ですね。こうつぼみの花びらの輪郭がきれいに、縁取りされています。まあ、牛工房では、まあ、風車が回っていてとても良い景色ですね。何とも言えない、ここから撮ってみる。今風車が回り出しました。これは掘り取り用のチューリップ畑の方から見ております。